カナヤンツアー2012アレーナは2012年秋に行われた日本のポップ歌手西野カナの4度目の全国ライブツアー及びその模様を収録した映像作品である。ライブは彼女にとって4作目のスタジオアルバムラブプレイスのプロモーションとして行われた。2012年10月13日の地元である三重県 A3 アリーナよりスタートし、 同年11月24日の埼玉、スーパーアリーナでの公演をもって、幕を閉じた。6会場級公演で、合計15万人を動員した。翌年2013年の4月17日に、ライブの模様を収めた3作目のライブ映像、カナヤンツアー2012アレーナが発売された。西野カナ西野カナの作品、カナヤンツアー2012アレーナ、カナヤンツアー2012アレーナは、 西野カナ初めての全国アリーナツアー、ホンダミーツミュージックカナヤンツアー2012アレーナのライブを収録した3枚目の映像作品。2013年4月17日に SME レコーズから発売された。収録会場の埼玉スーパーアリーナ DVD とブルーレイそれぞれに初回生産限定版、通常版がリリースされた。初回生産限定版には、 ツアーのダイジェスト映像とオフィシャルツアー写真集がついている。本編ではツアーの最終公演会場である埼玉スーパーアリーナでの2日間の模様を収録している。ありがとうございます。